どうも、なおちんです。さあ、今日はマインクラフトから新しいゲームの発表がありましたので、見ていきましょう。今回のゲームの名前は、マインクラフトレジェンズ。ゲームのジャンルとしては、アクションストラテジーです。アクションストラテジー、調べてみると、戦略的なアクションゲームらしいですね。さあ、どんなゲームになるんでしょうか。ゲートが出現。その中から大量のモンスターが出てきた。逃げ惑う村人たち。今回のゲームの設定は、モンスターたちが地上世界に攻め入ってくる、そういったことでしょうか。しかし数が多い。これとどうやって戦うのかが、ちょっと気になるところですね。そして、この動画に出てくる、青と黄色の妖精みたいなやつ。これが鍵を握る存在だと思います。この青と黄色の妖精たちが主人公と思われるキャラクターについていってますね。そして今回の動画にはプレイ画像も入ってます。青と黄色の妖精が何か動いて建物を作っていく、そういう画像があるんですけども、この妖精たちを使って建物を建てていくんでしょうかね。そして移動の時には何か自分の周りに青いサークルが出来上がってきます。このサークルが何なのかっていうのがちょっとわかりませんけども、後ろにはね、自分の仲間っぽいやつを引き連れていってます。戦闘画面もありますね。ダメージなんかは表示されておりませんけども、一人で10体ぐらいを相手に戦ってますね。そして後ろから自分の仲間、なんだろうな、ゴーレムみたいなやつなのかな?がついてきて、そいつも一緒に戦ってくれる感じですね。なんか戦略的に配置をしてから戦っていくのかな?おそらく戦略のアクションゲームっていうことなので、そういうことになるんでしょうかね。そして動画の最後には敵の要塞みたいなところに乗り込んでいく画像が入っております。多分これがボス戦なのかな?敵の要塞を、潰してクリアということではないでしょうか。もちろんボスもね、出てくるんじゃないですか。ドカーンと最後クリアの時には爆発させるんでしょうね。はい、ということで今日はですね、マインクラフトから新しく発表されたゲーム、マインクラフトレジェンズ、見てみました。2023年発売ですね。来年ですね。来年の発売となっております。これはかなり楽しみです。で、今回の動画ですけども、概要欄にリンクを貼っておきます。ぜひ見てみてください。なかなか面白い動画になっておりますので、ぜひチェックしてくださいね。それではまた、マインクラフトダンジョンズもやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。